げ方っていうか、もうここら辺まで来られて、もうあとただひたすら耐えるで終わっちゃう。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そう、それで、うん、もう気がついたらバック取られてるんなら、まあ、さっきも言ったけどバックを防げないんだよね。気がついたらバック取られてるんなら、そこから逃げる練習をせんというか、まあ、まずはそこからやられない練習をして、やられなくなったらやっとそこから反撃をする。というのはバックを取られても反撃なんとかかんとかできるようになればバック取られなくなるから、うん、そうなんだよ。抑え込まれても逃げれる人はパスなかなかされなくなる。なんでかって言ったら、抑えられた後ってさ、相当自由制限されてるでしょ。そこからでも逃げれるんなら、パスされてる途中のもっと自由度が高い段階はもっと簡単に逃げれるのよ、うん、と俺は思う。、うん、じゃねえか。まあ相手が強い弱いには強い弱いにはなるんだけどね。もちろん強い人にバック取られたら逃げれんだろうけど、そう、自分と同じぐらいの人にバック取られても、まあなんとかこう逃げれたら、もう弱い人にはバック取られない。だってバックキープ、どうされたらバックキープされるかってことが分かるから、バックを取られる攻防の時、あ、ここさえさせなければ大丈夫っていうのが分かるのね。そういうのが分かんない人はバック絶対取られるんで。うん、だけど俺、まあごめん、もう一言言うけど、だからパスガードができない、あ、抑え込みができない人はパスガード絶対できないのよ。だってパスガードできなかった時、その人がパスガードの過程が悪いのか、それとも抑え込みのキープができないのか判別できないでしょうっていうのもあるけど、抑え込みができない人間は人間をコントロールするってどういうことだっていうのが分かってないから、パスガードってそれがさらに自由度上げた状態、上がってる状態、こっちも上がってる状態で、最低限ここ入ったらダメなんだよってことをトコトコトコっと抑えて最低限パスするんで、抑え込みできないとパスできないんですよ。で、まあそういう、まあいいや。